2016年のホワイトハウス記者協会ディナーでのバラク・オバマ大統領によるマイクドロップパフォーマンスマイクドロップはパフォーマンスやスピーチの最後に意図的にマイクルフォンを落として勝利をアピールするジェスチャーである。イベントの成功や勝利を表す表現であり自分のパフォーマンスに対する自信を示している。1980年代にラッパーと コメディアンが主にこのパフォーマンスを披露したのが始まりとされる。1983年にはエディ・マーフィが自身の出演するスタンドアップショーデリデュースで見せたマイクドロップは初期の姿の一つである。時は流れ、マイクドロップは2012年から大々的な人気を謳歌している。2012年、元米国大統領バラク・オバマが レートナイトウィズ・ジミー・ファロンで見せたマイクドロップはインターネット上でミームとなった。2016年4月1日、Google はエイプリルフール記念に Gmail のマイクドロップ機能を導入した。ユーザーが返信を送信するときにマイクドロップをするミニオンズのキャラクターの GIF ファイルを同封して送ると以後そのメールの受信者から来る返信を一切見ることができなくなる。 ありがとうございます。